ああ、行ってくるか。周り気をつけろよ。ゆか、いるか？うん、だったらいいんだ。どうした？びっくりした。トイレの中から血みたいなのが溢れてきそうになったの。そうか、とにかく早く出てきな。ナオミ、どこ行ったんだよ。お前がいないだけでなんでこんなに寂しいんだ。兄ちゃん、元気出して。ユカがついてるから、きっとお兄ちゃんのこと守るから。ん？しまった、暗い顔をしていたか。こいつ、また俺を心配してくれているんだな。ユカ、ありがとな。よしよし。ふんゆか、お前、好きな男子はいるのか？え？なんでそんなこと聞くの？まあいいじゃないか。教えてくれよ。いるよ。クラスにかっこいい子がいるんだ。そうか、もう付き合ってんのか？そんなこと、お兄ちゃんには関係ないでしょ。付き合ったりなんてできるわけないじゃない。怖いもん。じゃあ頑張って好きだって言えるようにならなきゃな。俺もまだ言えてないんだ。そいつはいっつも俺に絡んできて文句ばかり言うし、俺の顔見たら何かと暴力振るうし、意見を言ったら俺より正当な意見で反論してくるし、本当に気が強くて腹が立つやつなんだけど、いなくなると死ぬほど寂しい。実際にいなくなって初めて気づいた。俺はあいつに惚れているんだ。
ナオミはどこかにいるはずだ。きっと絶対に死んだりなんかしないさ。さあ行こう。お兄ちゃん。ない。篠原は。気が…くそ…ヨシキ、篠崎も…持田くん。ああ、ユカも無事か。はい。大丈夫？息が…ナオミが…ナオミが篠原の体を持った化け物を追いかけていなくなった。中島さんが。由衣先生も。嘘だろ。私の強くなれって由衣先生の最後の言葉だ。負けずに生き抜かなきゃよ。そうだろう。由衣先生。由衣先生ってさ、笑ってる顔しか思い浮かばないよな。先生ならきっといつだって応援し続けてくれる。きっと今もだ。行こう。先生に心配かけちゃダメだ。していてくれ。聖子、聖子、どこにいるの？これ以上あなたを悲しい目に遭わせないから。私が守ってあげるから。あゆみさん、負けないでください。
なたはもう国化が始まっています。まだ間に合いますが、急がないと。この奥にあの子がいます。あなたたちが帰ることができるかどうか、あの子にかかっています。さあ急いで。待ってくれ。帰ると言ってもナオミがいないんだ。あの人は今試練と戦っています。あの人が負けなかったら、帰ってきて国家に打ち勝ったら。幸子を浄化することも可能でしょう。その時のための準備をあなた方がするのです。なんだかわかんねえけど、ここまで来りゃ何だってやってやるよ。わかった。じゃあ入ろう。逆打ちは幸子の心にアクセスする手段にもなります。使いどころを考えて。お兄ちゃん、頭が…ユカ!ん?何の音だ?幸子か、聞いてくれ、俺たちは帰れ。俺たちはお前に危害を加えに来たんじゃない。帰れ。殺す。言葉はやはり通じないのか。幸子、これを返す。奪われたお前の体の一部だ。目を覚ましてくれ。約束。お前の母親も悲しんでいたぞ。こんなことで自分は喜ばないって。お母さんどこにいるの？ここはどこ？
この切れ端を出すんだ。包囲している霊磁場のゲートが開いています。閉じてしまう前に急いで校舎の外に出ておまじないを行ってください。ゲートが閉じてしまったらまたこの多重閉鎖空間は元に戻ります。え？閉じたらあなたたちはどうなるの？私たちはここの霊磁場に捕らえられているみたいで、幸子以外成仏はできないようです。今ほんの少しの間だけ自由になっていますが、すぐに引き戻されてまたこの空間を形成することになるでしょう。そんな、この学校はすでに第二の幸子を生み出そうとしています。早く行きなさい、外へ。
よし、これを乗り越えてみんなでもう一度逆打ちだ。お前やっぱり生きてたんだな。サトシ！お兄ちゃん！びっくりさせるなよ。お前がいなくなったら。ゆか、返事をしてくれ。頼む。ゆか、気がついたか。ゆか、死なないよ。ゆかまで死んじゃったら、お兄ちゃん一人ぼっちになっちゃう。嘘。ゆか、クラスに好きな子がいるって言ったでしょ。あの話か。ゆかの好きな人は他にいるの。ゆか、
なのに、お家でも、いつも、ナオミお姉ちゃんのことばかり。ユカの気持ち、知らないで。何言ってんだよ。俺だってお前のことは好きだよ。兄弟なんだから。違う、そんなんじゃ兄弟だからとかじゃないよ。本当に本当にゆかダメか。くそ。おじいちゃん、さとし、お兄ちゃん、どうした？何が言いたい？俺たちは兄弟じゃないか。他人から始まる恋人とかよりも絆はもっと深いはずだろ。兄弟だからこそ俺はお前のいいところも悪いところも何でも知ってるし、誰よりもお前のこと分かってやれるつもりだ。お兄ちゃん大好きだよ。ゆっくりと目を閉じたゆかは、そのまま再び目を開けることはなかった。眠るように冷たくなっていったゆかの体は、まるで小さな子供のように丸くなり、母親に抱かれているような安心しきった表情をしていた。いなくなって初めて気づいた。ゆかが、ナオミが自分の中でどれだけ大きな存在だったのか。時計を見ると夜の9時を回っていた。家の前に立った俺は
しばらく中に入れなかった。ユカのことを家族にどう伝えよう。サトシ、お帰り。濡れなかった？ちょっと遅すぎるよ。男子たるもの、一度外に出ればいろんなことがあるよな。女性だっていろいろあります。バカにしないでください。おう。父さん、母さん。もう濡れてるじゃない。ほら、ちゃんと拭きなさい。着替えたらご飯だよ。すぐ降りてきなさい。ユカのことを全く気にかけない両親に驚き、話すきっかけを見つけられなかった俺は、あいつが死んでしまったことを伝えることができなかった。しかし、このまま黙っているわけにもいかない。ベッドに倒れ込んで、これからのことを考えていると、机の上にリボンのついた小さな箱が置いてあることに気がついた。雨の中、俺を迎えに出る前に置いてったのか。ユカの部屋と俺の部屋は扉一枚でつながっていて、あいつの部屋に行くにはこの部屋を通らなければ入れない。その誰もいないはずのユカの部屋から物音がする。鍵穴から向こうを覗いてみる。すると向こうからもこっちを覗いていた。見覚えのある目だ。Deja
れた。